どうも、ケンシロです。次新しいお頭来るんでしょうかね。あ、それよ、そういえばね、今朝さ、朝7時ぐらいに校長にね、いきなり ABXY の新曲が来るぞみたいなノリで、あ、新曲なんや、へーってちょっとポチって開いてみたら、さらっと新シーズンの告知だったABXY の曲のお知らせじゃなくてね、ちょっとびっくりさせられたよね。新シーズンの映像だった、がっつり。そう、それでね、ビッグランが多分タラポートっぽい場所に、ちょっとタラポートなのかあんま分かんなかったけど、一瞬過ぎて、サーモンラン枠の映像がね、マジ1秒に満たないぐらい短かったんだよね。もう一瞬でシュンシュンシュンって画像が切り替わっていくみたいなぐらいの速さでさ、何もわからんかったんやけど、まあ、よく見てみるとタラポートで、でね、お頭がさ、なんかモグラっぽいやつ、見た目モグラっぽいって僕は印象を受けたんだけど、そんな感じのやつがね、新しく来るっぽい。新お頭ね、3体目、嬉しいですね。ついに来た。OOG っぽい。あの、ステッカーね。ステッカーにもういるらしいね。見てみる。あんま分かってないんだけどさ。どれだ？これか？これ？みんな言ってるのこれのことだよね。なんかこれ、なんかな？なんでしょうかね。これ横綱が YDN で、これまだ来てないやつだよねっていう OOG がね。これなんかな？みたいな。他にもあるけど、それっぽいのは OOG なんでしょうか。この辺もよくわからんけどな。DSK。あ、これドスコイか。DSK ドスコイか。KBT は？ KBT は何？か、カビ、カバ、クボ、クボタ。クボタさん。カブト。カブトとか言うんいたっけ？もっと太ってた気がする。じゃあまあ、ステッカー作った人が、まあ、ちょっと間違えてるんや。いや。実際はあの映像を一瞬見ただけではめっちゃ太く感じたけど、あれはほんの少しで、地中まで見るとめちゃくちゃ長いんじゃない？すっごい体長いんじゃない？そういうことかもしれん。新車系クボタ。急に日本人の名前来た。ガタパガタパガタパ、ガタパを倒すと。